ちは、バンドマンレポーターのゆうきゃんでございます。本日お邪魔しているのがおせっカフェっていうここなんですけども、めっちゃ綺麗なログハウスみたいなカフェなんですけども、実はこちら社員食堂えってことで、マジでってことで、あっちで社長がマジでって言ってるんですけどもでは早速中の方見ていただきたいと思います。はい、こんにちは。前振りも何もない、前振りも何もないです。いきなりちょっとお邪魔しちゃって申し訳ないんですけど、あのおせっカフェさん、どんなカフェなんですか？おせっかいおせっカフェっていうことで、会社自体は橋の典型の会社なんですけど、ここは社員食堂と一般の人にも使ってもらうように、はい、しています。素敵で、なんと今日あの偶然ただのファンの方も来られてるので、ちょっと一瞬映してもらってもいいですか？そばの店は どんなところが好きですか？あの気軽に来れて、はい、本当一人で来てもこんな風に皆さん明るくなんか喋ってくださるので、そこはすごく好きです。すごいファンの方が何回も来られてるそう で見てください、こんな感じで本日いただいちゃうので、この後バクバク食べます。ということで、今週の土日にさらにおせカフェさんでイベントがあるということで、6時に、はい、こちら親子パン教室で動物パンを作ります。親子パン教室で動物のパンを作るということで、ということで今週の土日にそちらのイベントがあるそうなので、ぜひ親子連れで地域の方来ていただきたいと思います。それでは皆さん大勢で迎えていただいてありがとうございました。